送局。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうと放送局のゆうとでございます。ということで今回はですね、前回駅部分のモジュールを制作したんですけど、今回はですねそれをちょっと実際に接続させてみようかなと思います。あとはその後ですね、側面とかがスタイロフォームそのままだったので茶色の、塗料で塗っていこうという、今日はそんな動画になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。どうぞ。はい、それではまずはですね、モジュール同士ちゃんと接続ができるのかっていうのを確かめていこうかなと思います。これがちゃんと繋がらないとね話にならないので、早速チェックしてみましょう。はい、無事に繋がりましたね。グッといただきました。それではスタイロフォームのこのむき出しになっているところをこちらのね、水性、ペンキを使って塗っていきたいと思います。今回使う色はこんな感じでアースブラウンにしました。グレーとかでもいいんですけど、なんかせっかくだったんでいつもと違う感じで茶色にしました。ちょっと手だと開けられないのでこんな感じで工具を使って開けていきたいと思います。開きましたね。おお、とてもいい色ですね。まるでうっみたいです。これいちごとかね、バナナにつけて食べるとね、チョコレートフォンデュなんかとして食べれそうですよね。美味しそう、美味しそう。あ、どっちってんだろう。それでは早速、筆を使ってですね、スタイロフォームのこのむき出しになっている、見えてる部分をですね、こんな感じで塗っていきたいと思います。ちょっとすいませんね、撮り方が下手すぎてですね、ほぼこう塗ってるところっていうか自分の頭しか映ってませんね。ごめんなさい。ちょっと塗る面積が結構多いので塗るの非常に大変なんですけど、頑張っていきたいと思います。こんな感じで塗れました。多分ね、まだ完全に濡れてなくて、ちょっと若干スタイロフォームのやつが見えてる箇所があると思うんですけど、これはですね完全に乾いて、また、上からね改めて塗ろうと思いますので、とりあえず一旦これで乾かします。はい、こんな感じで側面は全て塗り終わりました。それで一旦乾かして、今度は最後にですね、裏ですね、裏面最後にこれを塗って仕上げていきたいと思います。裏は特にちょっとね、面積が広いので塗るのが大変だったので、ちょっと家の中探したらね、もうちょっと大きい筆があったので、こちらを使って塗っていきたいと思います。かなりですねこちらが楽でしたね。はい、こんな感じで裏面も塗り終わりました。結構大変でした。終わったと思ったらもう一個そういえば息のモジュールあったので、こちらも頑張って塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで裏面しっかり塗り終わりましたね。いやー疲れたなー。結構カットしてお送りしましたけど、実際はねかなり時間がかかっておりましたね。じゃあちょっと疲れて休憩したいんですけど、次の作業ね、早速移っていきたいと思います。おい、ちょっと何やってんの。おい、塗装が、せっかく塗った塗装がどんどん剥げていくぞ。おい、マジかー。うわー。せっかくなのでテントの中でお昼を食べたいと思います。一応メニュー的にはグラタンと野菜ジュースとサラダになりますね。はい、ということで今日はちょっとここまでにしようかなと思います。さっき塗っていた側面部分が今乾きましたので、ちょっとお見せしますね。じゃじゃーん、こんな感じになりました。結構スタイロフォームの色が見えなくなると結構こんな感じでいい感じに仕上がりましたね。やっぱり
で裏側もですね乾いてから、塗りました。これでスタイロフォームの水色の部分が全く見えない状態になりましたね。はい、ということでこんな感じで他のモジュールも、塗装してですねこんな感じで作っていきたいと思います。ということで今回はこの辺で終わります。さよなら。